お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのマジアチャバルーンデッキを紹介していきたいなと思います。まあこちらのデッキですね、僕が最近よく使ってる、まあこのねマジアチャボールブレイカーデッキとほぼねデッキ変わんないんですよ。ナイト、ボム、ディガー、トレネ、マジアチャかな、この辺は全部一緒と、まあ、いうわけで、まあこうバルーンとねディガーで攻めれますし、バルーンに対して、こう、メガガーゴイルとか、まあ、こう、ハンターとか、まあ、サンガコとか、まあ、ソロユニットで対応してくるところを、マジアチャで射抜いて、さらにね、ダメージを重ねていくというね、まあ、マジアチャでただただ射抜きたいデッキって感じですね。はい。なので、マジアチャ好きな方には、超絶おすすめです。よろしく。さあ、まあ、あと、攻めは、だから十分ですね。まあこうディガーマジアチャで序盤ずっと様子見るのもありですし、逆にマジアチャを隠して、まあ、バルーンディガーで攻めまくって、最後の最後にマジアチャで射抜くみたいな、まあいろんなね、戦い方ができるんじゃないかなと思います。さあ今回有能で、まあトルネしかないっていうのがね気持ちこう辛いというか、スペルね、いやこれはもうしょうがない、うん、しょうがないですね。おっちゃん生贄です。ユーノ5をインドラ、ジンギーかな?マジアチャと、あとは、あれですね。ラムがいるかな?ラムは厄介ですよ。インドララムはさすがにこのデッキからしたらきつすぎる。さあ、マジアチャやだな、いやでもこのマジアチャはさ、さては、俺、いいね。おめっちゃ回る、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 待って、めっちゃ回る。で、これ、エリキなんか単体で歩いてきたんで、キング起動します。オッケー。で、まあ、このためにちょっと痛いですけど、で、相手ラム、いや、ラムは咲いてねえか、バルーンディガーで攻めたいんですけど、いや、ここありだな。いやー、言うの来たか。いや、でも、これさ、バルーンで攻めてんすよね。で、エレキだったな。あ、メガラムかこれもしかして。エレキ、インドラだったら、で、ファイボでしたよね。あれ?エレキいないよなって思うんですよ。本当は。ちょっと一回これ、インドラいないんでやっていいですか。で、ラム来たら、速攻ハンターかスケぐらい出しちゃいて。で、タゲこっちにね。よいしょ。さあ、あ、ラム、邪魔すんな。オッケーオッケー。いや、これは入るんじゃないのか?一発、でかいですね。さあ、今んとこね、相手がファイボ持ちというわけで、僕のマジアチャすごい無能なんですけども、最後にはね、活躍してくれるでしょうと祈りながら。まあ、ここにファイボを打たせることによって、バルーンとかハンターとかが生きてくるよねっていう話ですよね。さあ、いいね。さあ、ファイボ使った、こんにちは。あ、これ竹取っとけばよかったな。ミスった。いや、でもいいね。いいね。いいね。え、これはさったらバルーンディガーじゃない?これバルーンディガーで、エレキは逆サイかな?エレキ逆サイ送ってあげて。うわー、無理か。いや、これ一回待ちます。まあまあまあ。これ、実はディガーがね、入ってるっていう感じかな。よいしょ。そう、バルーンデッキってね、まあ、基本的にもうディガー削りみたいなとこあるんでね。よし。うわ、インドラ?ちょっと待って、インドラ?待って、これやばいかな?焼ける?焦げる?焦げる?焦げすぎ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 ?オッケーオッケー。いや、耐える。さあ、バルーンディガーで、いや、これマジアチャ射抜きてえな。あ、これ被った。でかい。インドラか?なんだ?ラム、さあ、射抜く。来た来た来た。来た来た来た。いや、これのため、いや、一発くらい射抜けよ。一発くらい。一発くらい。え?マジアチャ?あれ?マジアチャいる?これ。マジでしょちょっと待って。まあまあ今回、相手がメガラムって、基本的にはポイズンの方がね、よくいるんですけど、ファイボーだったっていうので、まあ、端前マジアチャとしては、活躍はね、できなかったですね。まあですが、マジアチャにやっぱこう、相手はファイボー打ってくるので、まあ、ボムとハンターがよく残ったと思えば、まあ、いいでしょうと。さあよろしく。なんで、マジアチャとハンターで、地味にこう、ファイボー枯渇的なね、ところはありますね。よし。またスケラ受けがないので、マジアチャもスケラ受け頑張れみたいな。そんな感じ。さあ、ディガーといえばもうミラー対決みたいなね。そんな感じがしちゃいますが。さあ、マジアチャ射抜くか悩むな、これ。これ悩むっすよね。射抜いちゃおう。うん、読まれてんな。スケ、あ、ふっ。
と、まあナイトデリバリー、スケなんディガポイかな、ディガポイっすかね、なんかそんな感じ。デリバリーによってなんかね、そんな感じがしますね。一応マジで警戒するんですけど、はいはいはい、なんかバルーンがすごい通りそうですね、今回の相手は。まあ今のところまだ相手のデッキちょっとわかんないので、ここ一旦ね、防衛ディガーから入っちゃいます。さあ、でナイト、ハンター、スケ、あ、同じかもしかして。全然違うな。だからめっちゃそっくりだなと思ったんですよ。待って、今相手ハンター咲いた。いやこれさ、ナイトバルーンで終わり説ないかな。なんならディガーまで行っちゃいたい。あ、これルート行政してるんで釣られないっす。終わったっすね。オッケー。これあれかな、お待って、早いって、諦めるの早いって。絶対マジアチャ見えてたから、ウォールブレイカーだと思ってたと思うんですよ。だから今脳死でボム真ん中置いたんじゃねっていう、まあポジティブな思考ですよね。さあ、まあ騙すことは可能。まあどっからどう見てもマジアチャオールブレイカーっぽいもんね。ぽい。まあハンターとかスケとかいるから、いや何のデッキみたいな、ウォールブレイカーデッキっていう気はしないこともないけど、オッケー。まあこんな感じで、こうナイトと、まあ、マジアチャディガーで立ち回っとくと、まあ相手はバルーンって気づかないので、やっぱ対空をね、いっぱい咲いてくれる。で、まあもう一つ逆もあって、まあバルーンとかディガーを積極的に飛ばしとけば、まあマジアチャなんてね、警戒しないんですよ、普通。バルーンデッキにマジアチャなんて普通ありえないんでね、合わない。そんな合わない。ね。なので、まあそういったところで、最後の最後にマジックアチャで抜いていくっていうことも可能なのかなっていう。さあ、まあ今ね、現在朝なんですけど、朝9時半とかにね、動画撮ってるんですけど、まあ朝だとね、海外の人は何時なんだ、もう深夜とかだな。なんかもうメンタルボロボロじゃないですか、今。だって、諦めるのばっか早いっすよ。なんかもうちょっとさ、防衛ポイズンとか、なんかデリバリーとかしとけば、まあ、バルーン一発とか、最高まあ二発にね、抑えれてんじゃねっていうところもあるんですけど、さあ、ワンパンしちゃいましたね。熱っ！マジックアーチャーでね。まあ、どうせなら、この時はね、もうマジックアーチャーで射抜くために生まれたもんだと思うんですよ、僕は。そう、マジアーチャーがメインだと思ってるんで、僕はね。そう、バルーンとディガーあるものの、結局はやっぱマジックアーチャーでどれだけ最後に、こう、おしゃれに決めきれるかだと思ってるので、最後くらいちょっとマジアーチャーでね、決めていきたい。で、ちょっと展開今シーズン行ってたんですけど、なんかね、この、いろんなね、このマジアーチャーバルーンとか、あのスケバレのバルーンとか、なんかこういろいろね遊んでたら、ちょっとね地味に落ちちゃいまして、まあここで戻せたらラッキーかななんて思ってます。さあ、マッチングしました。お、7075はバカ高いですね。トロ100以上高いので、まあ勝てば40とかもらえるかなと思います。よろしく。おトロ、さあマンダナドクロドクロですね。まあ、とりあえず、スケとかで回して、様子見つつ、さあ、ボンバー、まあ、あの、ボンバーが入ってるデッキ、二つしかなくて、ゴレと、あ、ゴレ来ちゃった。ゴレとハネハネデッキっす。もう二択っす。二択っていうかもう、一択か二択二択か。さあ、まあ、これ、相手がもうゴレ出してきたんで、君どうやって守んのっていうので、ちょっと攻めましたね。いや、これ、やりすぎたかな。え、待って、これ、シャシャった？いや、待って、でもいい。いい、いい、いい。いい、いい、え、待って、めっちゃいいじゃん。びっくりした、俺、今。めっちゃ良くない？今の。見ました。しかも、このね、こう、え、見て、しかもこれ、僕、ハンターいるんですよ。普通ね、この、いないから、多分。オッケー、オッケー。いや、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。マジアチャ神だし、ハンターも神だし、オッケー、オッケー、オッケー。いや、完璧すぎん？初めてマジアチャ活躍したっすよ。ね、スケドラ処理して、タワーにもぶち込んで、いいね。さあ、これね、ナイトでボンバーの竹を取ってて、このね、みたいな。これわかりますかね？ボンバーの竹は、範囲攻撃の竹は、単体が強い、ナイトで受けて、ミニペの竹は、まあ、ミニペとかの受けに強いスケでね、さあ、受けてあげるというね、素晴らしい受けです。自分で言っちゃう。バルーン飛ばしてな。ゴレ出たら、スケー。これはもうゴレとタイミング被ります。
あ、かぶりましたね、本当に。かぶると思わなかった、正直。オッケーオッケー。いや、これだって、スケドラのコストがねえんだな。あ、まあ、取れねえか。いや、これ待って。なんで俺ハンターから出したのよ。マジアチャから出せばよかった。さあ、まあまあまあ、これ、ボムもナイトもハンターもあるんで、まあ、余裕で守れるっていう事件。で、これ、ボム、ここに置いて、ボムの爆破で、いろいろね、溶かします。よいしょ。で、あと、マジアチャもあるんで、これもう、イージーですね。多分。あれ？おい？待って。あれ？おい。オーケー。さあ、いや、ゴレニはめっちゃ強い。ゴレニはめっちゃ強いんですけど、今僕の、防衛がね、微妙に下手だったことによって、ダメージがね、追いつかれてきましたね。まあ、これ、トレネでいいと思うんだよな。で、このボンバーかな。僕が事故る要因はボンバーだと思うので、さあ、ボンバーだけね、確実に処理してあげれば、あとこれ、せめて、こんにちはしてあげて、OK。OK とか言って、全然折れてなかった。うい。怖い怖い怖い。まあ、あとはバルーン飛ばせば、飛ばす必要もないみたいな。さあ、ナイト蓋の、スケディーラが、来れないですね。スケドラ来たら、もう最後マジアチャでね、射抜いて、グッドゲームですね。OKOKOK。まあ、守り強えな。まあ、ゴレニは非常に強そうという感想がね。あ、40! あざまーす。40でけー。さあ、次からは展開復帰というわけでね。いやー、世界一、今シーズンまだ一度もね、なんか世界一行きそうで全然行ってないので、ちょっと一回ぐらいはさすがにね、今シーズン取りたいよねと。さあ、よろしく。ハードカウンター RRR。さあ、多分枯渇なんじゃないかなって思ってます。この人で僕がマジアチャオールブレイカー使ってると思ってて、もう引き分けしてほしいって言ってるか、ただただ、あ、正解ですね。抑えてんな。そこまでわかる俺。いよいよね、相手の考えてることまでわかるようになってきちゃいましたね。さあ、ディガーで削る。いや、でここまでは僕あれだもんな、完全、いや、これ絶対端前テスラ来るんですよ。で、今の回。いや、これで今、でも相手は、ん？何のデッキやってなってて。お、これ金起動できる。いや、でかい。でかい、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 でかすぎ。いやー、まあでも、枯渇に対して僕、売っとかないんですよね。そう、売っとかないから、ちょい嫌ですが、まあそこをどうやって勝っていくかっていうのは、もうマジアチャですね。すべては。で、これ、ちょっとずらして。ロケとね、一緒に対応されたくない。いや、で、ロケかな。あ、インフェか。うわー、いい受けやな。いい受けやんけ、あんた。さあ、まあ、インフェとロケをどう突破していくか、やっぱ鍵になってくるのは、おじさん。そうですよね。もう、マジアしてでどれだけ逃げるか、みたいなとこあるっすもんね、こんな。お、ほんと、ナイス。いやー、全然無能。端前プリンが怖いなぁ、マジで。さあ、耐えようか。端前プリン。端前プリン、マジ最強なんすよね。で、からの。からの。いやー、いろいろ読まれてますよね。いや、バックうめえじゃん。相手。いや、バルーンのバカで行かれる。サンドプリンは気持ち許容もできるが、やっぱ攻めるのは大事っすよね。ロケかな。いや、これマジアチャで射抜きたいんですけど、相手のナイトが高いっすよね、位置が。やばい、これちょっとから振った。ちょっと待って、やばい。いや、さあ、どうする。これをどうやって勝っていくか。めっちゃ大事だな。高めプリン来る。射抜いてくんねえかな。マジアチャ。気合で。これロケかな。ワンチャンロケ打ってくんねえかな。打ってくんねえか。ワンチャンある。これ無視して、
いや、ワンチャンあるよな、これ。マジでワンチャンあるけど。そう、これ、あ、ここでロケか。いやー、いいなー。いいロケだ。いいロケやんけ。まあまあまあ。いや、流れはちょっとずつ来てる気がするんですが。で、これ、ロケのサイクル間に合わない読み？いや、あるあるある、マジである、マジである、マジである。マジである。いや、来た来た来た。で、いやー、これ、いやー、間に合うか。ちょっとプリン。いや、プリン。いや、いらん。マジで世界一いらんトルネした。バカバカ、トルネしたことによって守れねえやんけ。いや、耐える。いや、ワンチャンあるぞ。マジでワンチャンあるぞ。いや、今のは変なトルネー。しゃしゃったな。しゃしゃり癖あるからな、俺、試合中に。で、バルーン飛ばして、これ絶対ギャング来るから。ギャング。オッケーオッケー。いや、めっちゃいい、めっちゃいい判断、めっちゃいい判断。バカいい判断してる、俺。さあ、耐えろ、完封。オッケーオッケー。いや、ここまで来たら、もう、マジアチャがいい、マジアチャがいい。え、待って、これマジアチャ？マジアチャ？マジアチャ？マジ。残る？いや、でかい。いや、ワンチャンあるな、マジ。さあ、延命して、おる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 。いや、あと30秒か。あと30秒か。いや、プリン強えよ。バカかよ。さあ、プリン強えとかそんなん知らないんすな。もう、犬くことだけ。犬く以外、何も14秒。いや、ワンチャンある。ロケじゃ足りない。いや、犬来てー。犬かせろ。待って、やばい。犬いてるけど、やばい。攻めた。耐えろ。来た！耐えた。来た。え、勝ったよね。さあ、ナイス。いや、マジやっちゃ、最後に気合い見せた。いやー、ウッドないから、ちょっとね、枯渇、気持ちしんどかったんですけど、もうマジやっちゃでね、バルーン、マジで通らんすね。相手が、まあ、インフェっていうのもあったんですけど、まあ、いや、枯渇にね、勝てたのはでかいですね。さすがマジアチャと。まあ、いうわけで、ちょっとね、まあ、バルーンデッキなんですけど、なんかほぼマジアチャでね、射抜く、バルーンデッキですね。はい、ぜひ皆さんもね、これ、使ってみてくださいというわけで終わります。よければ、チャンネル登録、高評価ね、コメント等もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。